今週末にカラバオカップ決勝戦を控えるリバプール。対戦相手は2022年にも決勝で戦い、当時クラブワールドカップのチャンピオンだったチェルシー。この試合リバプールはチェルシーに PK で勝利し、10シーズンぶりの優勝を果たすと、日本代表の南野選手が5試合4ゴール1アシストの活躍で、カラバオカップの得点王となった。そんなチェルシーには現在、エンソ選手やリバプールが作家に獲得を狙ったカイセド選手が所属する。遠藤選手が評価を高めるたびに、特にカイセド選手との比較が海外で行われるようになり、スポーツメディアのジアスレチックは、移籍市場で勝利したチェルシーの祝賀ムードは終了。現在プレミアリーグで1位のリバプールに対し、10位のチェルシーは勝ち点を20を離されており、カイセド選手のわずか7分の1の値段で獲得することができた遠藤選手のパフォーマンスを絶賛している。ただ低迷するチームの中で、カイセド選手が優れたスタッツを残しているのも事実。前回の動画で遠藤選手とデクラン・ライス選手論争が海外で起きていることを紹介したが、同じ90分あたりの指標で、カイセド選手はワールドクラスの数字を残している。月曜日に行われるリバプールとチェルシーの決勝戦で、ぜひ遠藤選手とカイセド選手の戦いに注目してほしい。以下、この2人に関する海外の反応をご紹介する。チェルシーに感謝するリバプールサポ。遠藤の方がカイセドより上でしょ。彼が私たちの守備的ミッドフィールダー。218億円のカイセド、30億円の遠藤。この2人に1億ポンドもの差があるとは決して思えない。マック・アリスターと遠藤のセットでも5000万ポンド。エンソ1人でマック・アリスターを3人雇えるし、カイセドのお金で遠藤を7人ゲットできる。遠藤という存在そのものがクロップの判断を常に信頼すべきだということを証明している。エンソとカイセドの名前だけでなく、ドイツの鉄人であるローター・マテウスの名前も追加で、遠藤との契約がどれだけ素晴らしいものだったか。これだけの選手を争奪戦なしで獲得できるなんて。おかげで私たちはカイセドとラビアという2発の巨大な弾丸を避けることができた。よそのクラブは質の悪い選手にお金を使いすぎている。遠藤やマック・アリスターを見てくれ。カイセドは多分遠藤のポスターを寝室に飾っている。遠藤とマック・アリスターの2人は作家の最大のバーゲンで、同時にプレミアリーグで最も優れたミッドフィールダーだ。カイセドには感謝しないといけない。もし彼がリバプールを選んでいたら、私たちは遠藤に出会えなかった。遠藤とカイセド論争。チェルシーとの決勝戦では遠藤にカイセドを破壊してもらいたい。遠藤やマック・アリスターはカイセドやエンソよりも優れている。だからお前はアーセナルファンなんだ。その返しこそまさにチェルシーが10位である証拠。チェルシーの選手でリバプールレベルの選手は一人もいない。いい加減遠藤がワールドクラスという設定はやめてくれ。彼はいい選手だが、カイセドの方がずっと優れている。もしリバプールの中盤にカイセドが入ったら、遠藤よりもカイセドの方がずっと良い成績を収めるはずだ。カイセドはただアホみたいな監督の戦術のせいで犠牲になっているだけなんだ。それで毎試合カイセドはピエロになっているのか。彼はピッチ上でほとんどの時間は孤立している。カイセドのプレーはここ数週間で改善されている。ただ少し値段が高すぎるだけだ。遠藤が好きなら遠藤と長期契約すればいい。私たちはカイセドを大切にする。確かにカイセドやラビアはリバプールでプレーしたらもっと上手にやるかもしれない。ロメオ・ラビアは素晴らしい選手だよね。30分しか今シーズンはプレーしていないけど、カイセドはデクラン・ライスよりも間違いなく優れた選手。自分に正直になれよ。本当はカイセドとライスを交換したいんだろ。よくわかったね。君は天才だよ。少なくとも今シーズンはカイセドのポテンシャルよりも遠藤の経験の方が価値があることを証明した。遠藤を褒めるリバプールサポ。みんな遠藤がプレシーズンに出場できなかったことを忘れている。ファビーノやケータがリバプールに適応するまでにどれだけ時間を必要としたことか。遠藤はわずか数ヶ月でチームに適応した。全く異なる別のリーグから来た選手なのに。カイセドの代役としてかかるプレッシャーはモハメド・サラーの後釜としてリバプールに加入するようなものだ。彼は夢のためにプレーしている。フットボールが大好きで、ハングリーな選手がどんなものか教えてくれている。遠藤がなんでこんなに素晴らしいのか。それはクロップが遠藤に自信を与えているからだ。早くルイス・ディアスの父親のようにクロップと遠藤パパが写った写真が見たい。日本にはプレイステーションだけでなく任天堂がある。リバプールのファンはこのことを忘れないだろう。